アメリカ合衆国宇宙軍は2019年12月20日に編成された宇宙空間を担任範囲とするアメリカ軍の軍手であり、アメリカに発行ある武漢組織の一つである。1982年9月1日に空軍に宇宙軍団が設置され、2019年12月20日に2020年度国防権限法及び宇宙軍法の成立によって、 アメリカ軍6番目の軍手としてアメリカ合衆国宇宙軍が創設された。これに伴い一部の空軍基地は宇宙軍基地に解消される。宇宙軍は国防総省内の空軍省の管轄下に設置された。そのため宇宙軍の軍勢は空軍長官が司る。空軍長官は国防長官が指名し上院の承認を得て大統領が任命する。宇宙軍は 人数の観点からアメリカ軍内では最小規模の軍手となっている。宇宙軍の最高責任者は宇宙軍作戦部長である。宇宙軍作戦部長は統合参謀本部議長または統合参謀本部副議長を宇宙軍士官が務めていない限り宇宙軍において最高位の軍人である。宇宙軍作戦部長は宇宙軍の部隊を監督するとともに 統合参謀本部のメンバーでもある。初代の宇宙軍作戦部長にはアメリカ宇宙軍司令官兼任で2019年12月20日にジョン・ウィリアム・レーモンド大将が任命された。通常、宇宙軍の作戦部隊は、軍令上は統合軍の作戦指揮下にあり、その大部分はアメリカ宇宙軍に組み込まれている。宇宙軍の想定任務は国内法及び 国際法に則り、アメリカ合衆国の権益保護及び平和的利用を確保することにある。そのため、アメリカ及びその同盟国の宇宙空間における安全保障及び経済活動の確保、宇宙空間における敵対勢力からの保護、統合軍への宇宙関連能力の提供、宇宙空間経由の戦力投射及び関連人材の育成にあたる。そのため、宇宙軍は、 宇宙空間における軍事関連の資機材の運用をはじめ、競技の策定、人員の確保、関連する教育、訓練、独立した軍事的リーダーシップの確立、それらを通じて統合軍の能力強化にあたる。宇宙軍を設置した2020年度国防権限法、及び宇宙軍法によると宇宙軍の任務は次のように定められている。そして宇宙軍には、 その任務を達成するために次の通り義務が課せられる。宇宙軍は2020年8月10日に最初のドクトリン文書スプスパワーを発行した。それによると宇宙軍の基礎的な任務及び責任は次のように記載されている。行動の自由を守る。宇宙運用における致死率の低下と有効性の増大を実現する。独立した作戦を展開する。 この三つの他にも宇宙安全保障、宇宙における戦闘の予測、地球と宇宙の往復や物流の確保、情報共有、宇宙領域の観測の五つを宇宙軍の中心的なドクトリンとして説明している。宇宙を担任範囲とする軍隊は宇宙軍と呼ばれるが、アメリカ軍には宇宙軍と訳される部隊として、軍種、軍政組織としてのアメリカ宇宙軍と、 統合軍、軍令組織であるアメリカ宇宙軍の2つが存在する。民間シンクタンク戦略国際問題研究所は宇宙軍の設立時の利点について宇宙空間における軍事利用上大きく3つの組織関連の問題を取り上げ宇宙軍の設置はこれらの小問題の解決に有用との報告をしている。アメリカ合衆国の宇宙関連資機材取得に関する 担当部署は、アメリカ国防総省や、インテリジェンスコミュニティなど、約60の勝負に細分化されている。軍関係では、宇宙関連予算の8割が、空軍に割り当てられているが、人員や衛星等の資機材も含めて、陸軍及び海軍にも割り振りがある。さらに、アメリカ国家偵察局にも、宇宙関連の機密予算が割り振られており、他のインテリジェンスコミュニティも含め、 空軍と競合関係にある。このように宇宙に関連する部署が単一でなく、リーダーシップが得られていない状況のため、担当部署も多岐にわたったままであり、予算が競合している状況を生み、意思決定の遅延や予算の非効率化、作業の長期化をもたらしている。宇宙空間利用関連の人材は、アメリカ軍及びインテリジェンスコミュニティに散在している。そのほとんどの組織では、 宇宙関連担当部署の人員は少なく、該当部署のみでは十分なキャリアを得られず、数年ごとの他部署への移動が避けられない。これは、専門家育成にとって不利な要素である。既存の軍においては、対象領域に焦点を合わせて、人員を集め、協議や戦略、政策を取りまとめてきた。宇宙分野に関しては、統一組織がないため、 対象領域に関する対応が不明確となってしまっている。既存のアメリカ4軍は、それぞれの軍の担当範囲における作戦への関心が最優先であり、宇宙空間は二義的な支援機能と捉えている。相対的に、関心度が低いことは、宇宙空間に関する人材の育成を妨げてきた。例えば、空軍は宇宙システムを通して打軍種を支援することに対し、 他からの予算割り当てがないことを問題としてきた。しかし、他軍種を支援する宇宙以外の分野において、他からの予算割り当てがないことを特に問題としていない。このように、既存の4軍は宇宙分野と従来の担当分野が競合した場合、従来の分野を優先してきた。例えば、2010年度から2014年度にかけて、空軍における航空機関連と、 宇宙分野の予算は両方とも1、3程度削減されていた。しかし、その後、予算が増加に転じると、航空機関連は約50%増加したが、宇宙関連は逆に約17%の削減となっていた。空軍省管轄の組織として設立された。長期的には宇宙軍省として分離されることも検討事項となっている。既存の宇宙関連部隊は、 宇宙軍に統合させるが、アメリカ国家偵察局、アメリカ航空宇宙局、アメリカ海洋大気庁のほか、その他の非軍事組織は統合の対象外となる。空軍省との関係は、アメリカ海兵隊と海軍省の関係がモデルとなっている。組織管理、軍政面では、文民統制の元空軍長官が率いる空軍省の監督下にあり、組織、教育、資機材について、 責任を有する。また、空軍長官のもとに空軍時間と同格の宇宙時間を設ける。なお、既存の空軍の資産を用いる場合もあるが、宇宙軍の中枢機能や資産は独立したものとなる。軍事的な宇宙関連活動は他軍種より移管され、予算も別個となる。国防総省内における軍民の宇宙担当者の集中管理も行い、 そのキャリア形成を確立させる。軍のトップである宇宙軍作戦部長は対象とし空軍長官に直属する。同時にアメリカ国家安全保障会議に次ぐ安全保障問題審議機関である統合参謀本部のメンバーであり大統領に対し軍事顧問として助言を行う。ただしその権限は大統領に対する助言にどまり宇宙軍に対し 直接的な作戦指揮権を有していない。空軍長官及び宇宙軍作戦部長は宇宙軍がアメリカ宇宙軍司令官のもと円滑な作戦行動ができるように宇宙軍の編成、採用、訓練、装備を適正な状態にすることを担当している。宇宙軍作戦本部、国防総省の改正が必要となる。議会によって 宇宙軍の設置法案が承認されたならば、国防総省は組織構築のため、まず宇宙軍本部組織を設置し、そこに部隊を組み入れて編成していく。初期の本部人員は、政策、計画、人事管理、財政等の専門職の軍民を合わせて約200名で構成される。その後、宇宙軍作戦部長及び宇宙時間が指名される。 他軍種からの移行による宇宙軍の主要部隊の編成は2021から2022年度に行う。これには運用、調達、教育、訓練関連や宇宙特有の部隊等が含まれる。部隊の移行等は2024年度までに完了させる構想となっており、その後は宇宙軍独自での新たな組織編成を行い。 それに伴う支援能力や情報収集能力、教育、訓練能力の向上が期待されている。2020年度における必要な初期人員は約200名を見込んでおり、他軍主からの移行も含め、2024年度には約1万5000名になるものと想定されている。コストについては予算の95%が既存部隊からの移行分で占められ、 コスト増加は年間約5億ドル、当初の5年間では約20億ドル未満と見込まれている。宇宙軍の創設は1947年に空軍が創設されて以来の新たな軍種の創設となった。これにより宇宙軍がどのような階級と階級賞を採用するのか関心が高まった。宇宙軍は2020年2月に軍の宇宙専門家に対し、 どのような階級を導入するのがふさわしいか意見を求めたことを発表した。2020年にはアメリカ空軍士官学校の卒業生86人が宇宙軍に将位として入隊し最初の新任士官となった。ついで7月28日には空軍の4人の少将が宇宙軍に移動し同時に宇宙軍中将に昇進した。さらに8月6日には 多数の空軍左官が宇宙軍に移動した。そして9月1日には空軍に所属する2410人の航空兵が宇宙軍に移動し空軍航空兵の階級のまま宇宙軍の専属兵となった。宇宙軍は2020年8月下旬には新たな階級と階級賞を発表する予定だったが一時的に延期することを決定した。これは 会員に提出する2021年国防権限法の修正案に新たな宇宙軍の階級を含めるためであった。この際、新たな宇宙軍の階級はアメリカ海軍の階級と階級賞を採用することが盛り込まれた。そのため、宇宙軍は2021年国防権限法が可決、成立し、高級的な階級制度が定まるまでは、 空軍の階級制度を暫定的に使用することにした。したがって、これまでに宇宙軍に配属となった兵士は、すべて空軍時代の階級と階級章を引き続き使用している。2020年11月16日に、上院は2021年国防権限法を可決したが、宇宙軍に海軍の階級制度を採用することにした条項を削除する修正案を添付し、 会員に送り返した。会員は上院の修正案に全会一致で反対した。会員は11月18日に2021年国防権限法の成立を目指すため会員軍事委員会での再審議に付した。公表された宇宙軍の標準的な戦闘服宇宙軍は現在独自の制服を開発しているが現状は空軍の制服を使用している。 戦闘服については、陸軍と空軍が戦闘服として使用しているおしっぴ迷彩を用いたものとなっている。2019年12月20日に独立した軍師となって以来、宇宙軍の兵士は空軍の制服を使用している。初代の宇宙軍作戦部長、ジョン・ W ・レイモンド大将は、独自の制服を採用すると述べており、初代の宇宙軍再戦人情級総長である。 ロジャー・エータ・タウンバーマン宇宙軍、最先人上級総長は、2020年9月に発表された2種類の独自の制服については、2020年から2021年に、かけて120人の兵士によって実施される試験を、通過後に正式採用されると述べた。宇宙軍では、階級や役割を示すための様々な気象を制定し、制服に着用することになる。現在、 宇宙軍で使用されている気象は宇宙軍作戦本部気象と宇宙作戦司令部気象の二つである。アメリカ軍が宇宙関連組織の統合化を始めたのは1980年代からである。空軍宇宙軍団が1982年に設置されており、戦略防衛構想と絡めて統合軍であるアメリカ宇宙軍が1985年に編成された。 2001年のアメリカ同時多発テロ事件を受けた2002年の統合軍再編により、アスプスコムはアメリカ戦略軍に統合されている。2001年1月に議会の要請を受けて、ドナルド・ラムズフェルドを超都市、軍、宇宙、情報関係者からなる委員会は、アメリカの政府宇宙資産の組織化について報告を行っている。宇宙資産及び陸、海、 空の部隊を防護するために宇宙兵器開発及び競技や作戦内容の発展を伴う変革がアメリカ軍に求められている都市、宇宙関連の情報収集能力の強化や国内法、国際法の整備、軍民の専門家の育成も必要とされた。委員会は人員、予算等の問題により新省庁の設置には否定的であったが空軍内に かつての陸軍航空隊と同様の関係の宇宙隊を設けること、また法改正により空軍に航空と宇宙療法の分野を管轄することを明確化することを提案した。2017年には空軍から宇宙部門を分割して宇宙隊を設置し、その長は統合参謀本部のメンバーとすることが議会に提案された。この提案は空軍が 航空分野を優先し、宇宙分野を二義的なものにしているという懸念から生じており、空軍からの分割により、宇宙空間利用の促進につながるとされた。議員は、前年に空軍大佐から順将に昇進した37名の宇宙宇宙専門家は一人もいなかったことをび、教育カリキュラムでも宇宙関連が少ないことを引き合いに出し、 宇宙専門組織の創設が宇宙専門家のキャリア形成に有効と主張した。この提案を含む2018年国防権限法は下院では可決したが上院では削除修正され、両院の調整により最終的に削除された。ただし、空軍宇宙軍団司令官の任期は6年に延長され、空軍内の宇宙関連活動に関する責任範囲が強化された。また、 国防総省は宇宙関連部隊の組織化について調査を要求された。ドナルド・トランプ大統領は2018年3月に新軍主としての宇宙軍の設立構想を表明した。2018年6月、大統領は再編された国家宇宙会議の報告の席で宇宙軍創設に関する検討を開始するよう国防総省に指示している。 NASA 長官のジム・ブライデンスタインは GPS とエネルギー網に対する脅威への防護のため宇宙軍設立に賛意を示した。空軍長官のヘザー・ウィルソンはかつては宇宙対抗争に反対であったものの2018年9月時点では大統領の設立構想に対し指示を示している。元欧州連合軍最高司令官のジェームス・スタブリディス海軍大将、宇宙飛行士、 空軍大佐のバズ・オールドリン、同じく宇宙飛行士、空軍大佐のテリー・バーツ、宇宙飛行士、海兵隊大佐のジャックル・スマ、宇宙飛行士のデビッド・ウルフ、宇宙飛行士のクレートン・アンダーソン、スペース X 社のイーロン・マスク等も構想に対し、サ位を示している。天体物理学者のニール・ドグラース・タイソンは、宇宙軍の任務には、宇宙デブリや小惑星の衝突に対する対応が、 含まれるべきとの考えを示している。これらに対し、元空軍長官のデボラリー・ジェームズは、2018年6月のインタビューで、宇宙軍は軍種として、権能を与えるには小規模すぎるため、軍種の創設には反対であり、統合軍として宇宙軍の再設立が有益との考えを示した。2018年8月にマイク・ペンス副大統領は、2020年までに、 宇宙軍を設立する構想を明らかにした。2018年8月13日、2019年、国防権限法が成立し、それには、アメリカ戦略軍令下に、サブ統合軍として、大将が率いる宇宙軍を再設立することが盛り込まれた。2018年12月には、この宇宙軍を、フルの統合軍をすることをトランプ大統領が指示したが、 これには議会による法の改定を要する。2019年2月19日に大統領は宇宙政策指令4を発し、新軍種としての宇宙軍設立に向けての準備活動を指示した。この指示では宇宙軍は空軍省管轄であるが将来的には宇宙軍省の設置構想も含まれている。2019年3月1日、国防総省は 宇宙軍関連の立法に向けての提案を議会に送っている。ありがとうございます。